ちょっとミキ、聞いたよ。あんた彼氏と別れたんだって？大手企業勤めの男なのにもったいない。急に別れるなんて何かあったの？はあ、よく私に連絡できたわね。別れた理由がアスカのせいだってこと知ってるでしょ？私の彼氏に手を出して浮気していたくせに。だから別れることになったのよ。それなのに、よくこんな LINE をくれたわね。ちょっと待ってよ。私はたった一回、あんたの彼氏と浮気しただけじゃん。それぐらい許せなくてどうするのよ。はぁ？別にちょっと遊んだだけじゃない？奪うつもりなんてなかったし、まさかそれぐらいで別れると思わなかったの。たった一回でも浮気は浮気よ。信用しないような行為なの。もう彼とは別れたし、好きにして。彼と付き合いたいなら付き合えばいいよ。じゃあ遠慮なくもらっちゃおうかな。どうぞどうぞ。でも本当にいいの？ミキと彼、ものすごく仲良かったのに。台無しにしたのはアスカだからね。じゃあお言葉に甘えて、彼と付き合おうっと。大手企業勤めの彼氏、私がもらうね。どうせ最初からこれが狙いだったくせに。いやー、やっぱり最終的にはこういう運命になるんだね。さすが私って神社の娘だよね。はぁ？ほら、私の実家って縁結び神社で有名でしょ？だから娘の私にもそういう力があると思うんだよね。今まで狙った人みんなと付き合えてきたし。それはアスカがいつも人のものを略奪してるからでしょ？前バイト先の先輩から彼氏奪ったとか言ってなかった？略奪も実力のうちでしょ？私はいつもハッピーエンドだし。あっそう、その裏にはたくさんの人が傷ついているけどね。あ、そうだ。今度実家の神社で有名なお守り送ってあげようか。ミキが良縁と巡り合いますようにって。絶対にいらない。送ってこないでちょうだい。ご利益あるのに。それじゃあさようなら。もうアスカとは二度と会いたくない。ミキ、久しぶり。元気にしてた？アスカ？そうそう、私だよ、アスカだよ。どこから私の連絡先を聞いたのよ。あんたに教えたことないのに。まあそんなことはいいじゃない。それより聞いたよ。私今結婚前提に付き合ってる人がいるんだ。今日はその報告をしたくて。そんな報告どうでもいいんだけど。そんなこと言わないでよ。せっかく友達が連絡してきたんだよ。普通はもっと喜ぶべきだよ。自分が私に何をしたか忘れたのかしら？っていうか結婚前提に付き合ってる人って私の元彼でしょ。まだ籍を入れてなかったんだね。ああ、あの男ね。それならすぐに別れたよ。今は別の人と付き合ってるの。別れたの？私てっきりあのまま略奪結婚するんだと思っていたわ。だってせっかく私と付き合えることになったのにさ。ミキに未練たらたらで超うざいの。だから速攻捨ててやったわ。なんかあるとすぐにミキはこんなことしなかったって言ってくるんだよ。超うざくない？そういうことだったんだ。それでその後もいろんな人と付き合ってきたんだけど、つい最近本当に結婚したいって思える人と出会ったんだよね。今結婚前提で付き合ってて、早ければ今年中に籍入れるの。そうですか、おめでとうございます。でも私あんたの結婚式には呼ばれてもいかないからね。もちろんご祝儀も送りません。それでは失礼します。ちょっと待って待って、そんなすぐに終わらせようとしないでよ。まずは私の彼がどういう人か気にならないの？に全く興味がないわね。もうノリが悪いな。彼はミキにとっても超大切な人なんだよ。私にとって大切な人？実は私の彼、ミキの旦那さんなの。連絡先も旦那さんのスマホで見たんだ。は？私の旦那ってユートと？はすか、私のユートと浮気してたってこと？ちょっと、私のって言わないで。ユウトさんはアスカのものなの。あとね、浮気してたじゃなくて今も浮気中だから。は？ユウトさん出張だって言って出かけたでしょ。それ実は私との浮気旅行なの。今私とユウトさんは一緒に観光してます。また私から奪うんだね。ほんといい加減にしてほしいよ。いやー、私は別に狙ってるわけじゃないんだけどね。なんだか好きになる人が、不思議とミキの彼氏とか旦那なんだよね。毎回毎回いい迷惑よ。ほんとあんだってろくでもない女だね。そんなこと言わないでよ。
私だってそんな簡単に略奪成功するなんて思わなかったんだよ。ちょっとお誘いしただけで勝手にホイホイついてくるんだもん。文句は私じゃなくて旦那さんに言ってくれる？はあ？ああでもやっぱりこれが縁結び神社の娘の力なのかな。この人のこと好きだって思うと絶対付き合えるんだよね。まさか既婚者にも力が通じると思わなかったけど。いや、神の力じゃないから、ただ私の元カリや旦那が女に見境がないアホなだけだから。ユウトはバカなことしないと思っていたのにこんなアホに引っかかって本当に情けないわ。は？誰がアホですって？ユウトさん奪われたからって嫌味言わないでよね。嫌味じゃなくて事実ですけど。あ、そっか、嫌味でも言ってないとやってられないのか。ごめんごめん、略奪された顔のかわいそうなミキの気持ち考えてなかったわ。はあ？ごめんね、また旦那さん奪っちゃって。結婚するから早めの離婚よろしくね。ああ、これであんたの実家は潰れちゃうわね。え？たった今旦那の荷物をアスカの実家に送りました。送料はユートの財布から出ているから安心して受け取ってね。は？え、ユートさんの荷物？私の実家？え、何それ、どういうこと？そのままの意味よ。ユートの荷物を段ボールに詰めておいたの。私は離婚するからアスカのご実家に送りました。どうぞ結婚でも同居でも好きなようにしてください。ちょっと待ってよ。荷物を送るの早すぎない？私と LINE しながら今まとめていたの？そんなわけないでしょ。ユートがアスカと浮気旅行に出かけた後すぐに荷物をまとめておいたのよ。あんたから LINE が来なくても今日発送する予定でした。え？それって私たちの旅行のこと知ってたってこと？なんで？とっくに知ってたわよ。ユートのやつパスワードもかけないでスマホ置いてるんだもの。すぐに浮気のことは見抜いたわ。え？まあさすがに浮気相手がアスカだって知った時はめちゃくちゃ驚いたけどね。でもおかげで冷静になれたわ。ありがとね。は？浮気されたくせに上から目線とか何様なの？ていうか知ってて浮気旅行に行かせるとかあんたアホじゃん。アホ女はあんたの方じゃない。何言ってるのよ。あんたたちがいない方が荷物まとめやすいじゃない。そのために出かけさせたんだからね。アホは好きにさせてた方がこちらにとって有利なのよ。え？多分教場に着くから受け取りよろしくね。アスカのご両親にもよろしく言っておいてね。え、今日？ちょっと待って。今、うちの両親も旅行中なの。今家に誰もいないの。あら、それじゃあ誰かが帰ってくるまでそのままだね。あ、そんなの困る。荷物ってどれくらい送ったの？ユートって結構荷物多い人だからな。軽く段ボール20箱あるかな。20箱？ああ、安心してね。荷物は置き配で頼んであるから。それじゃ、旅行楽しんでね。ちょっと、どうしてくれるのよ。出なさいよ。ちょっと朝からうるさいんだけど、旅行中だからってはしゃぎすぎじゃない？何言ってるのよ。こっちは旅行から急いで帰ってきたのよ。あら、そうなの？せっかくの浮気旅行なのにもったいない。あんたがユートさんの荷物を送りつけたとか言うからでしょ？あー、荷物を受け取ってくれた？結構な量あったけど大丈夫？は？その前に何か言うことあるよね。この段ボールは一体どういうことよ。え、どういうことって？あんたたちの浮気証拠をプリントした特製段ボールだよ。品目も浮気カップルの荷物って書いてあるでしょ？わかりやすいようにしてあげたんだけど。はぁ？これのどこがわかりやすいのよ。ただの嫌がらせでしょ？へぇー。神社のど真ん中にこの大量の荷物よ。参拝客やらご近所の人にも見られたじゃない。どうしてくれるのよ。あら、おめでとう。みんなに略奪カップルの誕生が知れ渡ったのね。さすが縁結び神社の娘さんだって評判が上がるかもね。上がるわけないでしょ。あんたのせいでうちの神社の評判はガタ落ちよ。もう町中にこの噂が広まってるわ。あら、さすが有名神社ね。そんなにすぐ噂が広まるなんて。どうしてくれるのよ。お父さんたちもこれから帰ってくるのよ。この荷物を見たら、噂を聞いたら絶対怒られる。大変そうだね。でもアスカは縁結び神社の娘で力があるんでしょ。きっとなんとかなるよ。それじゃ、ユートと末永くお幸せにね。
ミキ、どうしよう。うちの神社潰れちゃうかも。あら、アスカ。懲りずにまた私に連絡してきたの？もうあんたと LINE したくないんだけど。待って、聞いて。本当にうちの神社がやばいの。縁結び神社で有名だったのに、あの噂のせいでもう誰も参拝に来ないの。浮気カップル誕生の神社なんて縁起悪いものね。おかげで経営はやばいし、浮気スポットとして夜は変なカップルで溢れ返って気持ち悪いし、そのせいでなおさら参拝客はやってこないし。あら、綺麗に負の連鎖が起きてるわね。お願い、この噂のことなんとかしてよ。親ももうサジ投げて引退したの。私とユウトさんで管理者をやっているのよ。あら、略奪夫婦の管理者なんて珍しいわね。いっそのこと浮気に特化した神社にしたら参拝客が増えるかもよ。そんなことできないわよ。ねえ、お願い、この噂をなんとかして元の縁結び神社に戻してよ。そんなこと言われてもね、浮気したのは事実じゃない。じゃあせめて円満に離婚したことにして、それで私にイオンさんを譲った的なエピソードにしようよ。絶対に嫌。あ、そうそう、分割支払いの慰謝料だけど延滞絶対に許さないからね。それじゃ頑張って参拝客増やしてね。アスカの実家の縁結び神社は略奪の噂が理由であっという間に評判が落ち、参拝客もほとんどゼロの状態になりました。そのせいで近所のお店やお土産屋さんも大打撃。ご近所からはとうとう貧乏神と言われるようになり、村八分の目に遭っているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。